どうもこんにちは、細かいがです。はい、チャッチーです。はい、本日はパチンコを極めよう。極めに来ました、パチンコ。後ろにマルハン、はい、マルハンさんに来たんですけれど、池袋のマルハン、初めてだな。そうなんです、私も初めてで、はい。まあ、なんで今日パチンコかと言いますと、はい、どうしたんですか。連れて来させられましたけど、はい、まあ現在ギャンブラーとして名を馳せつつありますけれども、もうギャンブラー3回目でギャンブラー、まあ、まだちょっとひよこではありますけど、はい、結構それきっかけでライブに来てくれる人とか増え始めて、言ったよねマジで、まあ、本当に変な人たちなんですけど増えて、はい、ちょっとギャンブルを広げようかなって。広げよう、はい、今までやってきたのって競輪と競艇、めちゃくちゃ初心者をやったんだけど、まあ、競馬はちょっと撮影とかが結構難しくて、ね、そうそう、まだできてない、まだとか言っちゃった、まあ、いずれやるんですけど、まあ、必ず、まあ、一旦置いといて、まあ、その他のギャンブルって言ったらやっぱパチンコかなと思いまして、本日パチンコに来ました。鉄の卵持つやつに来ました。来ましたよ。まあでも今日は遊びに来たわけじゃないです。決していや、決してその遊びに来たわけではなく、はい、あのパチンコって結構難しいイメージがありますよね。皆さんある？ちょっと悪くない？私もあるけど、人によっては別にないんじゃない？そう、私もあるわけ。結構一人で行くにはちょっとハードルが高いっていうか、やり方がわからなさすぎて、そのチャンス、女子はね、そうかもね。まあ、男の子は分かるかな、うん、でまあ、女の子は特に多分その行きたくても行けない人は多いと思う、ね、初心者すぎて何をどうしたらいいのかが全く分からないっていう人が結構多いと思うので、はい、まあ、その方向けの動画と言いますかね、まあ、それは私が導いてやろうということで、やりたいだけですね。全然決していいえでございます。いや、やりたいだけですよね。いいえ、いいえ。そうやってなんかいいえ動画にして、なんかその一人でやればいい、勝手にやればいいもの、こうやってなんか人を連れ出してなんか取っといてみたいな、なんかよくわかんないその手をつきまして、珍しい、いいえでございます。じゃあ今のはもう全部カッツ、やめてください、その言葉。今日は初心者向けの動画、はい、私も一応初心者なんで、パチンコは一応じゃなくて初心者で、その動画とかでは見たことあるんだけど、はい、やっぱり最初からお金をどこに入れるのかとか、いくらがいいのかとかも全くわからない状態なんで、はい、まあ、その辺もレクチャーしつつ、みんなレクチャーすんの、はい、分かんないのに、分かんないけど、分かんない人とさ一緒に行くような気分になれる動画。何、友達と一緒に行ったらさ、友達と一緒に行ったらさ、分からないこともさ、分かんない分かんないって言いながらさできたりするの、うん、そういう動画です今日は。あ、みんなの、まあ、友達というか、あ、じゃあこの動画を見ながら、そのパチンコを見ながら、隣に置きながらとか、ね、見ながらマルハンに入り、見ながらパチンコを打つっていう感じの動画です。バレるって普通に、いや全然動画撮る理由、見たいとかはない、ちょっとありますけど、あれあるんじゃん、ほらちょっとね、そりゃそうでしょ、地味出てるよ、それだってお金増えるかもしれないから、いや浮き足は出すでしょ。え、その今までの経験でお金増えると思ってんの、まだ増えたこともあるし、全然増えてるしって感じ。いやでも結局そんなプラマイゼロだと思う、こういうのってその楽しませていただいたお気持ちと、まあ、減った分のお金、まあ、全部相殺されるから、これ。いや、されてないけどね、全然マイナスですけど、まあ、全部なくなってます。物理的にはマイナスでも心的にはプラス。いや今今日はちょっと楽しみな気持ちもありますけど、まあ決してそれが主軸ではない。いやいやいや、それはつけたの、やめてくださいよ。いや、やめてくださいじゃない、これを一本の軸にして生きてはいません。初心者の方向けの動画を撮ろうっていう、この優しさ、優しさ、いやいや、優しさ柱です、今日は。優心柱、パチンコと来て優しさはねえだろ。言い訳しかどうせ出てこない。言い訳とかじゃないから、はいはいはい、精神誠意、今回の所持金も、まあ、一応2万。まあ昨日もらいましたけど、まあ昨日給料日だったんで使ってない、1円も、はい、手をつけておりません、まだ。今日のために、もしかして今日のために。ありえないな、一昨日とかだから飯食ってないですよ、やばすぎだな。だから今日は結構あの肩ぶん回してきてますから、私すごいな、昨日そうだとすごいコスメとか買いに行ったよ、なんかパッとかさ、それを全部ここに使う、まあそれも大事だからね、え
タルとして、まあ、全然否定はしないけど使い方がひどいじゃないですか。あまりにもちょっと、いや、正味お金の使い方って別に誰かに指図されるようなものじゃないんで自分が使いたいように使うのが一番。それはそうですね。行きますか、マルハン。今日なんとあのマルハンの方からちゃんとこちら、はい、撮影許可書もいただきましたんで、はい、じゃあ行きますか。はい、行きましょう。じゃあ本日あのお願いいたします。あ、全然遊んじゃって大丈夫です。いやいやいや、私はまあ一応その仕事として来てますよ。全然もう仕事忘れて、いや、その取れ高なかったらさすがに困るんで、その今が失われて取れ高もなくて、その動画にもできないんで、あなたさすがにその1日ただ遊ぶみたいになっちゃいますから。取れ高しかないでしょうよ、初心者向けの動画なんで、ね、見るとこしかないじゃん。飛ばす10秒スキップなんてもありえませんから、ね、じゃあ、はい、いいです。行きましょう、行きましょう、早速。はい、マルハン、はい、あ、じゃあちょっと私がマルハンに吸い込まれるところまで吸い込まれるって言ったかな。2万円ないです、もう皆さんすいませんでした。この人の2万円はもう長い気がして。あたりは固有の確率、台ごとに固有の確率、それは偶然です。大当たりの偏りは偶然です。決して操作はしておりません。偶然ですよ。あの、私女性用のやつを見てたらですね、あの大変怖いことが書いてありましたので、そちら読んでほしいです。左上、左上女性は全ての年代層で過度ののめり込み、これでもマジで笑い事じゃないんだよ。笑い事じゃないよ。これがあるっていう時点で、ね、深刻になるまでの時間が男性よりも短いらしい。すごいよね、本当に。パチンコパチスロはお金と時間を消費する娯楽です。お金を増やすための手段ではないことを、ないですよ、ないことをご理解いただき、ご理解いただき、まあ、今日その違うから、その増やしたいとかいう気持ちは一切ない。あるでしょ。あ、なく、ちょっとだってお金増えるかもしれないんだけど、あのさっき増やしたいオープニングで言ってました。初心者の方向け、こういうお金を増やす、お金を増やす、娯楽ですからね。お金をそう増やすためには来ないでください、パチンコには来ないでください。遊びたい方だけ来てください、来てください、はい、ここで揉めるのやめよ。あっちでも、いや、怖い、もうやだよ。気をつけて。はい、ということで、まず両替しに行きたいと思います。はい。いや、両替はここにあった。両替？両替とかない。概念はない。あれ？言ってる。なんかこれ、1万円しかこの人持ってないから、1回入れないといけないらしくて。あと、やばいよ。わかんないんだけど、これ1万円。とりあえず戻せばいいんだ。戻すってなんだ、たまた戻ってくるだろ。でも遊ぶ前にさ、なんかこぼせる気みたいな。てか、言ってたよ。お母さんも言ってよ。戻して。いや。絶対戻してよ。絶対戻してよ。待って。ワクワク
みんなは、まあ、一番手一番でかいから、あ、気をつけてください。いや、ちょっと待って待って待って、戻してね。ピッカル、お待ち。あ、サイプレイじゃん、サイプレイをして。うん、腕こつけないで、サイプレイとかないで。じゃあ、返却。うん。待って、じゃあでもこれ生産できるから、生産すればなんか使えない。切なさ見た、切なさすごい。で、1万円がこれになって見えてくる、ね、やばいよね。本当に自分だったよかった、生産してくれね。怖い、大丈夫かな。現金が出ます。お取り忘れにご注意ください。あ、よかった。ご利用ありがとうございました。よくねえだろ。はい、あ、2000円札だ。よし、行こう。輝きが違う。いや、紙じゃないよ。やばい、行けよ。まず1000円から。怖いね、これ。
これあれだ、
これたまたま近くに何かを変えられる店があるんだよ。たまたま？え？あ、え？これ知ってるかも。やばい、これうち初めて。これじゃん。違う、たまたまじゃねえだろ。ちょっとじゃあ一旦。はい。これある。ありがとうございます。え？2000円です。え？何が起きてる？え、なんかさ、たまさ。あ、そう、なんか。たまたまその霧がめっちゃ悪くて、もうちょっとで多分1000円になるお金が足りなくて、めちゃめちゃ頭に今玉が入ってるバだ。でもさ、まあ、とりあえず1000円が2000円になったことあった。そう、すごくない？でも意外だ。今だって1時間さ、私ずっとさ手をひねってただけで右にそれで1000円増えてる。やべえやべえ。1000円使って、まあ、それ取り戻して、で1000円戻ってきてる。戻ってきて増えてる。右手回してるだけで働いてもない。すごくない？革命じゃない？これ。まあ、どうしようかこれ。考えてもない。考えてもないし、ずっとさ告白タイムみたいなのさ、じゃん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 バリ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 っていうのを眺めてただけで、眺めてただけで、すごくない？これなんかすごい告白騒動みたいなのが出てさ、ビャーンスピードみたいな、それ見てただけで1000円もらいました。やばい、すごいゲームだよ。やばいやばい。え、待って、どうするの？次4発行こう。あ、もう行っちゃう、はい、今1発出てたから、一玉1円だったんだよね。え、一玉4円になるんだって。そうです。もう行く？行く。じゃあお金減らしてね、あの、かける。やばいよ、この人調子乗ってる。え、1万1000円になっていた。そうだよ。あれ、眺めてきただけ。
そう、お金にはあんまならない。だから、あの、なんだっけ、海物語。海物語ね。パチンコといえば。ね、うちみんな知ってるもんね、海物語だけは。海物語だけ。じゃあ、早速、さっきの残りの玉。はい。1400個や。
やっやっやっあ、赤ちゃん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 来てる赤ちゃん来てへんのかい来てへんのかいまとまってくるあの当てぶりなことするな勘違いしちゃうだろおりよちょっと何してるんですかあの、つまらないつまらないつまらないつけろねあ、ちょっと待ってせーちょっと紛れ込まったこんなやつやりたいなんだけどトイレをあの、ユニコーンってチョコダイやりたいどれバッキンあっちにあっあっちにあっユニコーンユニコーンユニコーンどうやって選んでいくかってじゃあユニコーン行くうんユニコーン行きたいの何かわかんないユニコーン行こうねでは、4発の機動戦士ガンダムユニコーンやっていきます、はい、なんかやりたい台みたいですあのね、リアルなんですけどね、まあ、大丈夫ですかユニコーンさすごいなんかお兄ちゃんよく始まるかもねあの、しかもお兄ちゃんガンダムのゲームやってて、ああ家で腐るほど見たの、これユニコーンみたいなところあるんだけど、ちょっとじゃあ、やっていきますあー、せいけんちゃん前回さ、宣言消えてますからねなんかもう勝つみたいな海物語でもうこう二度とやらなくて海物語ダメだダメだ、やりたくないなんだおいよダメだまだ早い諦めるな燃えた、全部燃えたじゃあOh my god! Just a minute.
けど、ちょっと待って、今渋い、ね、ほんまに渋い、難しい、陰謀が働いてる、はい、ちょっともうまた今何円を失いました？記憶の限りだと記憶の限りだと1万を失った気がします。いや気がしますじゃなくて1万めちゃくちゃ吸い込ませてましたよ。勢いよく、とても勢いよく、ずっと揃わない数字見てたら見てるだけで1万を失ってる。いや、手動いちゃうんですよ、あなた全然。あなたちゃんと自分で手を動かしていました。私が見てる限りだとユニコーンみたいなやつ、まず一回も来てなかった。ドゥ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 みたいなやつあった。あ、そんななの、出ちゃうユニコーン。てか、1万円失ってるよ、どうすんの。あんたもう今月の給料あと1万円だよ。半分や、やばい。まあ、知ってた、ここら辺まではまあまあまあ別に知ってたよ。取り返しもしないよ、まだ。そのさ、4パチやってたのに、うん、1パチで遊んだ時のその交換できなかった玉がまだ残ってる。あ、そうだね。なんか2400ぐらいなかった。あった、ね、それで一旦その U パチとかで当たる確率高いやつ、ね、感触、当たる感触を取り戻していきたい。これが当たりだよね、これが大当たりだよねって。あ、で体も覚えるし、うん、第2も一旦これが大当たりだよって、みんなで共通認識を作ってた。みんなで、そうね、もう一回かぐや様戻ってほしい。したらえ、かぐや様戻ってかぐや様戻るか。ちょっとやっぱね、キュンとした方がねいいのかも、ね、告白騒動とかやっぱいいかも、ね、いいかもね。出ててすごい安心するわ。うん、そうだね、告白ね、アホコってモテキクライマックス来てほしいから。意味わかんねえ。とりあえずじゃあ1パチ戻る。ユニコーン渋っ。だってあれミドルだもん。いやでもその前の海物語も全然ダメだったけど。あれミドルだよ。あれミドルだっけ。あれ U パチじゃない、ミドルか。そうだ、あれ U パチに紛れ込んでいたミドルだから。え、ユニコーンもミドル。ユニコーンミドル。あ、何やってんだよお前。U パチに行けよお前。私が聞きたいよ、何してんの。いやお前だよ。はい、ということで気を取り直して、はい、1円パチンコで1パチで大当たりの感覚を取り戻していきたいと思います。はい、でこれさっき玉がまだ残ってるんで、かぐや様の時の、はい、これでこれ9パチだ。いっぱい、そう、9パチで、この一番大当たりが出やすい確率で1パチなんで、はい、当たるこの喜びを心にもう一度、はい、灯火を。あなた調子に乗ってライトミドルミドルって来ましたもんね。どうするんだっけ。だって調子に入ってくる。あ、抜ける。あ、あ、すごい、2000玉ある。痛いよ、ピシャツ出てきた。あ、痛いよ、当たり。あ、おばちゃん、痛い。あ、痛い、受けて。だぁ、
なんか当たりをの感覚を取り戻すとかなんとか言ってましたが、なんか相性悪かったなんかそもそも私が第のテーマみたいな、テーマ第のテーマとサイボーグ009かなにそんなに思い入れがないってそこ大事なんで、はい、知らないそもそも、かぐや様はそのギリ知っては、友達がその LINE のアイコンにしてたなギリでもね、それ知ってるんで、はい、ちなみにですけど、そのガンダムはすごい思い出あるみたいな、ユニコーンやりたいみたいな、あったけど、やっぱ、まあ、ユニコーンが答えてくれない、お前大のせいでもう一回そのかぐや様行きたかったんだけど、そう、めっちゃ埋まってて、やっぱ埋まってたね、あの前大当たり出た台も埋まってたの、わかる、めっちゃいいもん、あの告白騒動とかありえんの、なんかその告って書いてある剣がビューンって、たまたまやろ、すげえなー、なんかそんなほえーとか言ってたら終わっちゃったよ、何がすごいのか分かんない、あれがどうなかったの、あれが普通なんかと思ってた、違うんだ、違うんだね、で、今あれがやとある魔術のインデックスっていう、はい、私があのなんか昔すごい好きだったんですよ、あ、そうなの、いや、そんなでもないですね、ごめん嘘ついたんだけど、もう嘘やめよう、みんなってそんなさ、なんていうの、このこれだからもうインデックスでいく、そのフリップ、え、ちょっと待ってください。ちなみに今何円失ってます？あ、でも今そのさっき余ってた玉で誘発やってたんで、別に失った金は変わってない、1万1000円かな、あ、はい、1万1000円です、え、1万1000円か、でもまだ1000玉ぐらい余ってたから、そうだね、まあここで、はい、取り戻していこうかなっていう感じではあります、はい、じゃあここでその1000何円を使う、使うし、全然そのあやる、お金も入れます、え、マジで、まだ余ってる、余ってるけど、もうなんか奇跡出ちゃったし、もう無理なんじゃない、今日は、奇跡は1日何本起こしてもいいですから、いや、起こせたら奇跡じゃねえんだよ、いや、まあ、気合い入れろ、お前も、いや、うち一応全然やりたいけど、ちょっと取ってたらできないんだよ、怖い、やめて、はい、じゃあもうこれで締めます、これで出して締めます、ラスト出して締めます、大当たり出して締めますもう顔がね、なんかギャンブラーの顔してます、これ1000何玉入ってますけど、これ使い切るでいいですか、そうですね、まあ、使い切って、まあ、使い切るのが目的じゃないですよ、全然吹き飛ぶことが目的ですけど、すみません、これで終わりにしてください、ダメ、もう1万円なくなってます、まあ、でも私の自由なんですけど、え、私の自由なので、それは、はい、まあ、いいです、じゃあ始めてください、今でさ、これで締めて、時間的にも落ち着いてくださいちょっと待って、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 これさ、ここで持ってる必要ある？マジで、ひってる、そんな、あれ、ちょっと待って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 、終わったよ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、何が終わった、終わった、終わった、何が終わったの、先生が曖昧、全部違う、違う、全部違う、全部違う、全部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 って全部全部って何、全部ちょっと一旦はい、ということで、ちょっと今何円負けました
さ、いや、多分あなたも給料なくなってますね。え、じゃあもう終わりですね。もうないですよね、お金。給料はない、確かに。給料はない。どういうこと？え、また人から借りるつもりですか？借りはしないんですけども。はい。あれなんですよ、今月、実は。みんなわかるかもしれない。はい。あ、テロップ入れね、撮影の文字を入れる、編集上でその文字を入れる作業っていうのを、はい、まあなんか2回ぐらいやりまして、はい、それでちょっと給料は、給料2万なんですけどプラスでまあ1万ぐらいかもらいます。まあそうですね、ちょっとそれには手をつけずに置こうと思って。ああ、そういうことだったんだ。まあちょっと、あ、じゃあ2万じゃなかったんだ、給料3万ではあったんだけど。じゃあ別にいいんじゃない、ここで終わってその生活をねちょっと豊かにするっていう、ちょっと自分を安全圏に置いてこの姿勢が良くなかったなと思って。え？どういうこと？パチンコ代も分かってると思う、この覚悟を決めてるやつにしか多分終わったりしない。そんなことはね、こいつあ1万持ってるとか分かられてる。いや、みん別にパチンコ代はその全額失ってほしいわけじゃないからね、人のお金使われていて、いや、それは現状だと思うんです。これをかけないと多分答えてくれない。いや、期待を乗せた分だけあっちは答えてる。怖いよ、怖いよ。もう1万、もう1万、もう1万。でも自分のお金なんだもんね。え、本当に入れんの？でもこれあれだもんな、なんかな、ないんだよな。じゃあ、え、ミドル一攫千金また。かぐや様一回戻って。あ、あの大当たりのとこ戻って。忘れられない、あの告白騒動。報告になるまでの時間が男性よりも短いらしい。すごいよね、本当に。あれがまさかね、あの奇跡だとはね、思ってなかったよね。だから、やっぱ、かぐや様優しいのかも。ああ、なるほどね。あんな、その、大当たりもわかんねえようなさ、ガキにさ、大当たり出してくれるのやっぱ。ガキって何？違う。あ、うちら。優しい。ああ、そういうこと？え、ちょっと待って。本当に使う？ 5,000 円とかにしないじゃん。うん、それは私、いや、まだいけそうだなと思ったら、だって、せっかくもらったんでしょ？ここに使うためにもらったわけじゃないでしょ、別に。その給料、でもその給料ってあげたらおしまいだから、その後本人がどう使うかはもうマジで本人たちこのためにあげたわけではない。え、でもじゃあ分かった、5000円使って無理だったらもう帰ろうね、さすがに。いや、でもそこでいいの聞いたらどうするっていう話。それで私が悔しい思いして一生ちゃんちに言い続けるのこれもしかして使わせてもらってたらなとか言うんで、言われるの嫌でしょ、言われるの嫌でしょ。え、でもなんか結構調節できるじゃん、これって。お金その入れるか入れないかという選択をできるから、その無理だなって思ったらやめて。じゃあもう分かった、そういう約束ね。じゃあ分かった。分かってる、目がうつろなんだけど。うんじゃない、髪だけ落としてんじゃね。約束ね。私止めるからね、もう分かった。じゃあ最後ね、本当に最後だよ。最後にしてください。もうあなた2万円失ってますからね。意外と、え、待って、ちょっと待って、あれ、まあ、あなたそれ全部使うわけじゃないよね。それ入れなきゃいけないから、これしかないから。まあそうだね、気をつけながら使ってください。え、いい、頑張ってくれて、私あれ、保存的に進出で、で、着地しない。で、進出した。で、進出した。で、てかさ、一回増えたね。もう大丈夫。マジで、どうしよう。あ、まだ進出してない。だろう、いいって感じだった。一回増えてるよ、大当たり。いけいけ。いいスタート。この、ここだったらいける？いける。いける？いいね、明日。
テープから一人で話しなきゃ、聞いてるから。あんなに分かったら聞いてたのやつが。そう。笑い事じゃないから。
から取らないでって言ってんの。割らないんじゃないから取らないでって言ってんの。無理だよ、もう入ってたもん。あぶねえ、手が回ってて。え、ちょっと待って、え、あんたそのお金でかけたの本当に。かけたよ。え、で、2万自分で使うわけあんた。いや、使うとかじゃなくて、もう返さなきゃいけないから、そうなんです、それは。じゃあ、なんで2万借りたの。いろいろあって、それは。その、なんか、まあ、いろいろあって、借りたんだよ。え、でも、その2万分を、え、自分はその3万ちょっとかけたけど、2万何円で生活して、え、その2万を、その2万借りて2万使っちゃったの。その5万あったら、もういいじゃん、じゃん、よくないよ。いいじゃん、別に私が借りたお金じゃん、それは究極。え、でも、え、でギャンブル、そのさ、そんなんか2万貸したって言ってさ、そのギャンブルやってたら嫌でしょ。いや、嫌だから言わないでつって嫌だよ、絶対そうなんだよ。さ、怒るから、そうなんか怒るから言わないで。いや、だからなんでうちに言うの。じゃ、もう前に言ったって、これ なかったじゃん。急になんか、まあ、エンタメにしようとして私は本気だから。いや、プライベートの本気だよ、これは。エンタメに消化しようとしないで。じゃあお前撮影すんのよ、やばいからって。やばいって、もう。え、だからお金を失うなら、まあそりゃそのエンタメ。え、どうすんの。じゃあどうすんの。出所は別に。どうしようもないよ、私の給料から返すの。だってそんな泣いちゃうよ、そんな。え、だから言わないでっつって泣いちゃうでしょ。泣かせたくないからですね、私も。いや、やばいってお前、ほんとに。何回も。なんでお前が開き直るの。分かってるから、私も自分のことさ、バレなかったらいいんだから。いや、バレてる。今バラしちゃったけど。え、バラしたバラしちゃったけど、今それはその、そうなんだよね、わらみたいなノリでバラしただけだから。いや、わらじゃないもん、これ。わらじゃないだから、笑い事じゃないですよ。なんかそういうリスキーな。いや、わら言うたよ、お前。わら言うたよ。ほんとなかったことにして、聞かなかったことにして、言った。それでも変え。え、どうすればいいの、これ。動画どうやって終わるの。普通にちゃんちゃんで終わるよ。ちゃんちゃん無理だよ。じゃあ2万、3万、失いました、ちゃんちゃん。エンタメにしようとしなくていい。無理やり。でもリアルですよ、これが。じゃあさすがに無理だよ、ダメだよ、もう。だから信頼がさ、信頼が、ね、言わなきゃいいじゃん。だからそういうことをするから逆になくなっていくの。お前のせいじゃん。なんでうちのせいなの。だから言わなきゃいいんだから、言わなきゃいいんだから、いいじゃん。え、ね、なんか本当にやめて。なんでそんな空気読めないの。あんたが今電話することが崩れる。はい、言って。何を言うの。言うことない、言うことない、はい、いや、言うことない、言うことない、そんな、そんな、言うことない、言うことない、そんな、もう言うことない。何、ちょっと音でか、そんな、あの、今言うことあって、カイナちゃんから、カイナちゃんから言うことある。ね、ちょっとない、ちょっとないよ。ほら、そんな困ってる。いや、私だったら困ってる。いや、お前じゃねえよ。お前こっち来て、ほら、早く早く。いや、私が行くのおかしい。なんで。行きたくないんだから行かなくない。お前が話せよ。なんで話さなきゃいけないの。お前が話せばよくない。お前が電話したんだから、要件自分で行った、はい、言うわけないじゃん、私が。え、じゃあ言うよ。言わなくていいことは言わなくていいんじゃない。いや、言うよ、これはさすがに言うよ、うち。もう、もうね、ごめんだけど、お前なんでうちが謝ってる。え、ソナ、この、あの、もしかしてカイナさんに2万円貸しましたか。うるさい。しましたか。2万円2万円貸しましたか。貸してない。貸してない。そう、貸しました。電話したんですけれども、はい。
さん、カイナさんもう言いましたから、はい、もう来てください。ね、これ信頼とか崩れたら全部お前のせいだな。なんでだよ、うちのせいだ。いや、だからお前が言わなきゃよかった。なんでうちのせいなの。え、そうでしょ。いや、お前が悪すぎるだろ、普通に考えて。普通に考えて、だって言ったのはあなた。ソワさん、どうします。パチ、パチやないじゃん、お前さ。食べるの買ったら2万が今、パチンコで、ギャンブルでゼロになりました。それでも給料あるから返す。これが本当です。なんで？なんでだって。全然返せる。返す。この人はずっと返すって言ってるんですけど。今あるし。返す。いや、そこはそこじゃなくて、なんでその、だってあれだったよね、なんか理由あったよね。え？理由あったよね。理由あったよね、だって。はい、ありました。なんで、なんでパチンコに使ったの。何が起きてるの。いや、いる、目の前にいる、全然。そう、不適されてる、なぜか。なんで不適されてるの。いや、言わないでっつったのに。いや、言わないでとかじゃなくて。そうだよね、言わないで。バレないで。なんか、こいつが言ったから今こんなことになってるじゃん。私返すよって言って返せるよって。でも嘘ついたんでしょ、そんな。お前に関係ないじゃん。そう、別に今でも返してほしいっていう気持ちがあって怒ってるんじゃなくて、なんか普通にそのお金を借りるときはさ、の話は嘘だったの。いや、全然それは本当。じゃあそれはどうしたの。それは一旦置いといてる。置いといてる。すいません、置いといてる。いつでもいいからね、それ置いといて。いや、いつでもじゃなかった。はい、なんか今なんかわかんない、ちょっと整理ができてないけど、私もごめん。なんでなんかその別にもうもはやパチンコに使うとかもうあれなんだけど、なんでそのお金を今それで使って、なんか今そのあれなのかわかんないや。別にそれはやりたかったから。言わなくてもよかった。言わなくてよかったこと
開き直んなよとお前が全部悪いなんで全然なんでうちがお前だけにそれそうでしょなんで私はしてほしくないことをされたんだいやこの後当然で話してとりあえず分かったで余計なことしかしない